賞に輝いた作品はペルソナ5です。青春時代の思い出や憧れを追体験できるような学生生活と心の力ペルソナを駆使する非日常の戦い、その充実した二重生活が楽しめる人気 RPG のシリーズ最新作です。高校生の主人公たちが世の中を騒がせる怪盗となり、悪しき大人たちを改心させていく痛快なストーリーは、数々の奥深いゲームシステムと相まって多くのゲームファンの心を奪いました。大ボリュームかつ濃厚な怪盗活劇は最初から最後まで目が離せません。おめでとうございます。それでは株式会社アトラスディレクター橋野勝良様、キャラクターデザイナー添島重則様、どうぞステージへお願いします。橋野様、添島様には林よりトロフィーが、読者プレゼンターの松井香織さんより花束が贈られます。それではまずはトロフィーの贈呈です。続いて花束の贈呈です。そして記念品が贈られます。それではここで皆さん揃って記念撮影を行います。笑顔で正面のカメラをご覧ください。それではここで今のお気持ちを一言聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。アトラスの橋野です。今日本当にこんな素晴らしい賞をいただきありがとうございます。ペルソナ5は本当に幸運なことにですね、僕らが思ってた以上にすごくユーザーの皆さんに楽しんでいただいて、ついこの間、海外の方でも発売したんですけども、思った以上にすごく好評で、僕らがゲーム開発続けてられるのも、ゲームファンの皆さんからの応援があってこそだと思ってます。この喜びをですね、ペルソナ5にかかった全てのスタッフと応援していただいた全ての人たちにですね、お礼申し上げて感想とさせていただきたいと思います。あとですね、これご覧になっている皆さんにお礼のメッセージというか、僕らがいいゲームだなっていうふうに、僕らの作ったゲームもいいゲームだなっていうふうに感想をいつも多くいただくことが多いのは、たまたまですね、ゲーム好きの我々がたまたまゲーム会社になって、ご覧になっているプレイヤーの皆さんはたまたま今プレイヤーでいらっしゃるというような気持ちでですね、プレイヤーの皆さんと同じ気持ちでゲームをいつも作っています。これからもそういうようなゲーム作りをアトラスは続けていきたいと思ってますので、これからもどうか応援をよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。